いて白組はガリット中福島&おばたのお兄さんの異色ユニット、披露するのは今大人気の鬼滅の刃、成仏できないモノマネの鬼が次々と登場。一体どうなる？他モノマネ墓場、成仏できなかったモノマネ鬼がいる。これはモノマネ鬼の匂いだ。お前は子供をあやす時もかっこいい小栗旬。しょうがねえガキだな。いないなぁ。いな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 ぁ。とぉもう親戚の前でしかやありません。いつまで小栗旬に頼っているつもりだ。切られた。何？切られたで旦那。まだいるぞ。旦那切られた。お前はふわちゃん。ふわちゃん。何？まだいるのか。来る。お前はさんまさんにいじられている時の陣内智則。いやいや、もうやだほんまに。おミルクボーイ、お前ら今の一番気ぃつけなあかんで。週刊誌が狙ってるから。前にもあったらよ、女とホテルニューオータニに行ってやな。いや、わしやないかい。わしやないかい。あとあれやで、あの結婚式で聖徳太子みたいな帽子かぶるらしいな。いや、それもわしや。いつまで結婚の話をしているんだ。何？まだいるのか。あ、お前はあれ、すっぴんの一行。おじいちゃんの楽屋ってどちら？どうした？どんだけ？どんだけ？強い。何？まだまだ鬼の匂いがする。あ、お前はジムでお尻の写真ばかり撮ってインスタに上げるトレーニング女子。サラダチキン買ってきます。なんて強烈な匂いだ。一体どれだけのモノマネを食い尽くしてきたんだ。相当ヤバいというのが伝わってくる。あ、お前は山崎アナ。絶対おもろいなこれ。まさかこれはおばたのお兄さんがインスタでいいね数を稼ぐために登場する山崎アナ。はい、行きまーす。あれ？Fantastic baby。何をしてんの？めっちゃ上がるかよこれ。私 SNS 使いすぎじゃない？